村内風景、旧北川家住宅と長屋門風園武城道の区民族村は岩手県北上市にある野外博物館。天正地山手の7万平方メートルの丘陵と谷に北上川流域に存在した江戸時代から大正時代の古建築20棟以上を計画的に移築して半世時代の村の環境も含めて復元し公開している。建物の配置により 民族村導入ゾーン、南部建領境ゾーン、北上川流域古民家ゾーン、縄文時代と古代遺跡ゾーンの4ゾーンで構成され、別ゾーンに北上市立博物館と北上埋蔵文化財センターを併設する、旧根の家住宅柳川塾の昇華。江戸時代末から、明治時代初期地区、江差市から、一区旧菅野家住宅マイナス国の重要文化財。本屋は、 京宝13年、桁き21.3メートル、張間11.6メートル、寄せ胸作り、かやぶき。薬衣門は、京宝5年の混流、通称中村屋敷。北上市港内町から、一区羽黒橋原道上放主院から1835年地区、北上市港内三好から、一区旧建漁、寺坂番所稲瀬町から、一区旧小窓から、 復元旧大泉家住宅、旧渡辺家門建藩の上代画廊の邸宅。北上市内から、一区旧岩手県立、黒沢尻高等女学校校舎から1927年、1977年当地に、一区。木造二階建て、スレート武器、建築面積456平方メートル。外装の基調は、白色した見た点で、会場開花の腰を立てばめ、 会場中央部を黒色ドイツ壁とする。昭和期の春工であるが、タンブズマのハンマービーム風の収まり、開口部のペジメントなどに、明治期の面影が残されている。1999年8月23日、国の登録有形文化財となる。大健康房旧菅原家住宅明治時代後期地区、湯田町から、市久住み焼小屋から、 登り釜平安時代地区が、んこや双子町から、市区長屋門、旧菅原家住宅、旧佐々木家住宅、タバコ、幸培農家、江戸時代中期地区高来門、旧小野家住宅、明治三年地区、西根町から市区瀬小屋、旧北川家住宅、旧、星川家住宅、江戸時代後期地区、南部曲がり屋長屋門、風園部城から、体験工房建て穴式住居。 室町時代縦穴式、住居平安時代縦穴式、住居縄文時代考古館、収蔵庫として使用しており内部は非公開。水車庫やマイナス転生地茶屋渡り北上川の渡し船、南部領立て領堺つかマイナス国の史跡。ありがとうございます。